ストーリー序盤にして最後の雑魚対処の区間な RTA 第2部ハッチマップよ。一晩明けて、と言わんばかりのただの風景なんて3倍速でいいんだ上等だるよ。前回は低流スペクタスにボコされるも、誰も死なないというポップなオープニングを終えるところまででした。スー、はぁ、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 風林火山、茶道、そして風林火山。完全なる茶道の呼吸でただで最強力な竜を狩る者の新陳代謝がさらに加速。医者からもお墨付きをもらったところで、改めて、ノーデンスの計画に本当に協力するのか、答えを聞かせてほしいとのことです。これ片付けるの誰だと思ってまあ、受けるんですけどね。メスの様子も見てから行きましょう。ミオは外傷よりも、と病気のことを言われていますが、メイン画面はもう会議室に到着するので、禁断の2画面イベント同時上映とします。これぐらいしないと尺がいくらあっても足りなくなってしまいますからね。多分これからも何度かあると思います。イベントも痛い人は一時停止とシークバーをうまく使ってください。ちなみにこのパートの初戦闘は9分頃です。それだけの A 連打が必要だとも言えます。やはり移植はオートテキストと高速送りかイベントスキップの実装が望まれますね。画面ではゲーム冒頭でノーデンスが発見した第一親友アイオトの検体を見せられています。アイオトは地球に生命の種をまいた親友。その種は地球のすべての有機体の元となりました。アイオトの検体を解明し、人と竜に深い因縁があると分かりました。この調子で親友の検体を集め、解明することで、ドラゴンクロニクルを完成させ、7番目の親友を撃とうというのが彼らの計画。現在地球に存在するのは、このアイオトの検体と、2021年に撃退、討伐した第5親友フォーマルハウトのものの3つ。ホモたちに頼みたいのは残り4体の親友を倒し、検体を集めること。この計画コード VFD に協力します少しは歯応えのある敵なのか？次はホモたちの名称だそうです。ホモ隊はちょっと、いい話を最後まで聞かずに13番とされてしまいました。この名称は2020年の有災害を退けた村雲機関の13番から取ってのことです。これがわからない。という人は今すぐ2020を購入してプレイしましょう。今2020をプレイできるハードがあるのか、という旨のコメントがありました。なるほどそういう問題がありましたね。局の支度では PSP、PS2、PS3 すべて現役選手なので完全に失念してました。ここでショップが解禁されます。クエストや回収はもう少し後です。目指せ、快適オフィス、なのです。さあ、お仕事だよ！ついでにフロアジャンプも解禁です。これ、2022では直接マイルームにも飛べた気がするんですけど、本作では残念ながらレフトフロアから勝ちです。デハを買い物タイム。アルバ敵ドロップ。続いてカードリング1、ナノエイドなどの消費アイテムの順に売却。380AZ を用意したらゲー、バラの武器を一番いいものに買い替えます。補足としまして、AZ というのは2020以降の通貨の単位です。通常の戦闘や宝箱、クエストなどで手に入ります。回収に必要な資材の単位は DZ、これはドラゴンを倒すと入手できます。普通のドラゴンからは1ずつ、定流は3、新流は個体によって5か6です。回収は新装備やスキルなどから、ストーリーやクエスト、イベントに至るまで、ほぼあらゆる場面で必要になります。どれだけ買って、何を回収するかは、チャートの見せどころとなることでしょう。次は開発研究フロア。ここでのイベントを見たら、スキルポイントを1000もらうとともにスキル振りが解禁されます。第1回のスキル振りは全員にスピネージブロー1。ホモ、ゲーハライフボーナス1。バラはジャブをレベル3まで伸ばします。スピネージブローは低レベルでも高倍率で、デフェンセドーンのおまけ付き。ブリッツエンでのように G 振動を消滅させることなく攻撃できますが、必要な G 振動は2。しかし、ゴッドハンドが複数人いる PT ならそんな制限あってないようなもの。前回お世話になった聖剣月くんはこれでお役御免です。雑務を終えたのでポータルフロアでイベント。4体の親友の検体を採取しろと言われたものの、現在の地球には親友がいません。これでどうやって計画を進めろと。しかし、驚くことにジュリエッタはタイムマシンを開発していました。現在に親友がいないなら、親友のいた時代に行けばいいじゃない。ということで過去や未来で色々しますが、
タイムパラドックスやら細かいことは考えない方がこのゲームを楽しめますよ。時代を行き来したことがあるものだけ石を投げなさい。ストーリーの解説もそろそろ飽きてきました。しかしもう少し続くので、この時間でバステについてお話ししようと思います。初代はバステに優先順位があり、同時にかかるのは5つだけでしたが、しかし対策装備はクソ雑魚なので、混乱呪いスキル封じなどヤバいバステもガンガン通ります。同時に複数かかる後続のタイトルよりもバステが辛い作品です。2020以降では優先度や同時にかかる数の上限はありません。しかし、対策装備はバステの1つを 50% などその回避率は大きく上がりました。さらに、2つの回避率は加算され、一番ヤバいバステをピンポイントに対策できるようになりました。例えば、5つのバステを 50% 回避するアクセを3つ装備していたら、100% 回避できるということです。そして、本作のチャートを作るためのロケハンとテストランでさらなる仕様を発見したかもしれません。PSP 時代とは開発チームが違うのでもしかしたら本作だけかもしれませんが、敵スキルにバステの付着率が設定されているのはご存知かと思います。そこから装備のバステ回避率を減算します。この値が0以上の時は上段で判定が行われます。次に、この値が0より小さい時は減算、つまり確実に回避します。何言ってんだこいつ、と思いでしょう。0% 強度は数十回程度しか試行できていませんが、その上下は数百程度は試行したので多分合ってると思います。この調査によって、5つしか対策できないと思われたバステが、敵スキルの付着率によっては2つ以上対策できることになりました。それが生きる時はまたその時に触れましょう。次に本作でのバステの効果です。多すぎー。そうかもしれん。そうね。見たい人は大きいデバイスに持ち替えて一時停止を活用してください。これだけ書き出しておいてなんですが、対策順は、行動不能系、ステータス低下付き、ダメージ系、その他って感じですかね。普通だな。ステータス低下系では、やけどの攻防 10% 低下が強力というのは前回にもお話ししてますが、凍傷の速度低下 90% も、回復の先行後行が入れ替わりやすくかなり危険。本作の回復スキルやアイテム使用は、かなりの速度補正が入るため、普通プレイなら普段はだいたい先行回復になるんですよね。下の方のロストは、フォーチュナーという職業に引き継がれたサクリファイス使用後の状態です。威力が大幅に弱体された代わりに、キャラロストはその戦闘中のみになりました。そろそろストーリーに戻りまして、最初に飛ばされたのは小城アトランティス。この時代には第三神竜にアラが攻めてきていました。ホモたちのいる現代にアトランティスはないことから、ニアラに敗北したのでしょうか。しかし、地球が食われずに残っています。そう、彼らは相打ちに持ち込んだのです。ニアラは2020にも現れましたが、翼を損傷しています。アトランティスから受けた傷なのでしょう。ということで、この時代での最終目標は、完全な状態のニアラの検体の採取です。今回は13番の部屋を回収するための資材の確保です。操作が戻る前に、長耳から PT スキル応急手当をもらいました。詳細は現在上映しているチュートリアルをご覧ください。メニューから別のボタンで開いて、メンバーに左右されずに回復などができる優れものです。また同じ画面で回復スキルも使えます。メニューを経由しないのが、入力の手間が少なくディモールトベネ。すべての RPG で取り入れられてもいいぐらいの革命だと思うのは私だけでしょうか。欲を言えばアイテムも選べたらなお良かったっすね。もしくはさらに別のボタンで直接アイテム欄を開いてくれるとか、L ボタンとか空いてるじゃん。ということでまたイベントです。そんな大事なことでもないので右枠で、見た目で怪しいとか因縁つけられて、喧嘩まで吹っかけられました。いきなり差別かよ、アトランティスっぱりらしいな。ということで戦闘です。偉そうに現れますがクソ雑魚な目くじです。武器を新調してジャブ3を取ったバラがジャブで1厘、他2厘がジャブでもう1厘殴って1ターンキル。ディフェンスをつけてゲイも1厘で殴り倒しましたね。最強格闘技ゴッドハンドで列島民族アトランティスっぱりを殲滅だ。などというストーリーでは当然ありません。こんな戦闘する必要あるのか疑問に思うかもしれませんが、ニアラの侵略によって、アトランティスの戦力は大きく削がれています。もうろくな兵が残っていないという演出のためです。ちなみに殺していないのでご安心を。ではしばらく見どころも田どころもない雑魚戦区間なので倍速でーす。ここでも雑魚戦はジャブ連打です。武器を更新していないホモとジャブを伸ばしていないゲイで1対。
ジャブを伸ばして武器も更新しているバラが短期で1体と処理していきましょう。低確率でシリーズおなじみのフロアロシートが出現します。初代では次のレベルまでの半分の経験値、2020以降は周辺の雑魚より高いスキルポイントを得られます。初代では瞬速公開しかつ逃げやすく、2020以降では1ずつしかダメージを与えられず、逃げやすいです。メタルスライムリスペクトかな。RTA ではこいつの SP を感情に入れずにチャートを組んでいるため、ただの硬い雑魚、出るだけロスです。ちょっとイベントがあるのでこの話は一時休題。道端で魔物に襲われている少女を助けると、保護者の祖母が出てきました。目的を問われ、ニアラを倒すことだと伝えると、先ほどの少女ミルラを助けた恩もあって、この国の現状を教えてくれました。また邪剣に扱われたら殴り倒すところでしたが、勘が良いな。国王と精鋭がニアラに挑むも誰も帰還することはなかった。このままでは滅亡も時間の問題。その時思い出したのだ。アトランティスの支えを壊し、ニアラと共に沈めるという玉砕作戦です。そうすれば、いちいちで終わるわよ、きっと。しかし、玉砕がよろしくなければ、ホモたちが欲しいのはそうなってしまう前のニアラの検体などと考えてもいきなり全部できるわけでもないので、今回は当初の予定通り13パンは部屋を回収するための DZ を集めることにしました。ではこの辺の敵に話を戻しまして、最も危険なのは画像右下のスクリュージャーク。多弾攻撃に出血付きのスクリューバンカーで一里持っていかれます。本作のバステ付き多弾攻撃は1ヒットごとに判定があるので、乱数で耐えても出血でやっぱり死にます。ですが、戦闘不能者が出ても焦る必要はありません。本作は倒れているメンバーにも経験値が入り、それでレベル UP したら全開します。蘇生アイテムは売り払って装備台に当てているので、起こすかは経験値状況を見て判断したいですね。メイン画面では少し前に救助のイベントがありましたが、あまり大事なものではないので、右に流れで上映します。救助は2020から追加されたもので、救助した人数でなかなか良いアイテムをもらえます。この欄では10人救助して5つアイテムをもらいますが、特に必要ないと思います。それでも数人は救助するのでロスはビビたるものです。誤差だよ誤差。なぜ救助するかですが、本作の円化は個数式、左上のボウコとエネミーアピアランスが赤になって少し歩いたら円化です。少し前にメイン画面で救助しましたがお分かりになりましたか。救助で画面が暗転すると、エネミーアピアランスがリセットされます。これを活かして引火を減らしたいですね。ここでの歩き狩りはレベルが1上がる程度で十分で、ごわ稼ぎの必要もないのですが、逃走成功率が低すぎて対処せざるを得ないのです。本作の逃走成功率がどういう計算をされているのかは知りませんが、RTA では雑魚と引火する区間が短すぎて、真剣に情報収集する気になれないんですよね。普通プレイの印象では、適正レベルの雑魚相手でも結構逃げミスする感じですかね。まあいいや。もうすぐ画面に動きがあるので少し休憩します。ここで新たな脱出ポイントが開通しました。脱出ポイントは神経地点とでも言いましょうか。調べるとダンジョンを脱出でき、以降はその地点からスタートできるようになります。では一旦ノーデンスに帰りまして、金の都合後回しになっていたホモの武器を更新しましょう。セブンスエンカウントでゴールドラビを枯れていると、出発前の買い物で全員分揃えられるので、この時間を丸々カットできます。1分も変わらないし誤差だよ誤差。では脱出ポイントから再開して先へ進みましょう。緑のセーブポイントに触れて回復もしつつ、資金セーブはするほどのところではありません。お、ちょうどいいくらいのドラゴンがいるじゃねえか。こんな序盤のドラゴンなら俺でもやれるぜ。アトランティスはほとんど全滅状態だが、とりあえず俺はそこそこのドラゴンを5匹倒して下山するぜ。ということでワイバーン戦です。時間のある右枠ですね。オープニングで戦ったホワイトドラゴンと似たり寄ったりです。しかし、力ためを経由で平地ターン目からファイアーブレスです。火力も上がりました。あっせー。しかもこいつのファイアーブレスには火傷の追加効果がないっぽいです。余裕だな。1ターン目は全員ジャブで G 振動蓄積。2ターン目は1リがアイテムで回復に回って、残り2リはアトランティス前に習得したスピネージブロー。
い、いい火力ですね。勝負を長引かせてしまうと、団体強攻撃のソニックブームでワンファンもあるので危険です。高火力 PT は危険な行動の前に仕留められるのも利点ですね。最終 PT はさらに。それはその時にしましょう。3ターン目は全員ブリックエンドで先行撃破です。最速行動に火力まであって先行撃破できるなら、ステータスが鈍速な運命の、あん。この戦闘だけは3人目の武器を新調しなくても3ターンで終わります。しかし、次の戦闘からは必要なので、結局買い物に戻ることには変わりありません。だからガガじゃないよ。反撃しないんですか？さて、障害は退けました。長耳に先へ進むよう促されます。進んだ先でイベントです。アトランティカの奥地には巨大な鉱石が浮いていました。その鉱石の名はオリハルコン。ファンタジーでよく聞くやつですが、ナナドラシリーズにおいてその役割は、なんだこのおっさん。偉そうな人たちに絡まれます。そんなに大事なら自分たちドラゴン退治に戻るんで。しかし、回り込まれてしまった。彼らは女王とそのお月です。本当にお偉いさんやんけ。ということでウラニアとの初遭遇です。オリハルコン、彼らが言うところの星アキラ石はアトランティスを浮かせる役割もあるようです。それもニアラと道連れに落とされてしまうみたいですが。それを落とすなんてとんでもない。そんな悩みもさ、ニアラを殺せば晴れると思いますよ。そのホモの言葉を愚かと一蹴するタリエリ。アトランティスは国を挙げてニアラと戦った結果今があるのですから。ボットでのよそ者がシャシャリ出てもこんな反応になるのは当然ですね。しかし、ウラニアは諦めきれないのかホモたちに興味を示します。ホモとしてはメスよりも隣のタリエリおじ様の方が好ましいのですが。ウラニアはホモたちにその悲壮な覚悟を語りますが、逆にホモたちの言葉にわずかな希望を抱きます。でも割と雑談に近いものなので、気になる人はテキストに集中していただいて、私は軽く目についたコメントに反応してみましょうか。ジュリエッタとのデートを見たい関連。やっぱりビームシステム RTA の視聴者はホモじゃないか。ネタで言ってるのはわかっていますが、ジュリエッタとのデートでもらえるアイテムは SPD プラス50というとんでも装飾品リトリートリング。デートに必要なクエストの片方がゲーム進行に必須なのでロスもそこまで大きくない。と思いきやラウンジ回収レベル3には合わせて 30DZ かかります。残念ながらタイムを考えたらデートは真っ先に削られる要素ですね。今回はその人気に敬意を表して十郎太さんは右下に置くことにしました。ミオはスパッツみたいの履いてるのか。公式にはホットパンツだったと思います。タス専用色、タスが使えば最強など。タスさんがプレイした時に進化を発揮することは間違いありませんが、TAS さんが使っても最強にはなれないと思います。デュエリストの準備にしてる時間で、壊れ火力のあの色やこの色ならすでに戦闘が終わっています。エージェントの紹介の反応に関して、私の紹介が下手でしたね。少なくともロストパワーぐらいには触れるべきでした。最大で物理魔法攻撃マイナス 40%、物理魔法防御マイナス 25%。ハッキングと合わせてみて必要なことを鑑みても超強力なデバフです。これさえ通してしまえば、ダメージで負けることはまずないというレベルです。モロチンよだめも目に見えて増えます。ただ、必ず通るわけでもないハッキングが前提で見て必要というところに私は窮屈さを感じてしまいます。バディの使える3ターン目以降はだいぶ緩和されますが、デハイベントが終わります。話を画面に戻しましょう。セーブポイントで回復して救助で引火リセ。ここで救助しても引火数は変わらないので、救助報酬が不要ならスルーすべきです。あれこれ解説したいことはありますが、とりあえずドラゴンを1体買ってからにしましょうか。少し待機してドラゴンが近づいてくるのを待ちます。さすがに最初の1体は先制しないと勝てません。時間がもったいなく感じるかもしれませんが、こればっかりは仕方ありません。よっしゃケツを掘ったれー。はい、わかってはいましたが先に雑魚演歌です。ちゃっちゃと終わらせて次行きましょうねー。
応急手当で回復したら、今度こそ、おめえらケツを掘れここのドラゴン、エンシェンタスです。最初はいつも通り全員ジャブで G 震度の直接から、2ターン目は1リガグリップエンで、残り2リガスピネージブローで全攻撃破です。G 震度が3溜まっていれば、グリップがスピネージより高い威力になります。グリップは G 震度を消滅させてしまうので、これだと3ターン目は攻撃が途絶えてしまいます。敵の耐性に合わせてスピネージで G 振動を残したり、グリップで全攻撃破、組み合わせて2ターン撃破など、使い分けが完了です。エンチェンタスは耐久が低いだけでなく、SPD が10と鈍速もいいとこなので、先制さえ取ればそのまま先攻撃破が安定します。ってな感じで、本作では PT 構成次第ではドラゴンも手早く簡単に枯れます。つまり、雑魚を相手に稼ぐ必要はありません。足りなければドラゴンを増やせばいいだけです。初代でも本作でも雑魚で稼ぐのはサイズ版だけだったので、2020の RTA にエスケープスタンスがあっても雑魚対処するんですね、などと、ぶしつけなコメントをしてしまいました。今更ですが気を悪くさせてしまったら申し訳ございません。マイルーム回収に必要な資材を確保したら、ISDX が姿を見せます。アリーに頼んで見学させてもらったと言いますが、肩書きを盾に半ば脅しのようにやってきたんじゃないの。でもアリーなら面白がって通しそうでもありますかね。まあいいや。あまり重要なイベントでもないので垂れ流しにしておきます。さて、ここらで簡単にドラゴンの解説をば。ドラゴンは一言でフィールドのシンボルエンカウントです。視野に入ると追跡してきて、背後を取られると奇襲されます。逆にこちらが背後を取ると先制できます。本作は先制しても確定逃げではないので、縁限りには使えません。強さは周辺の雑魚より強く、ボスより弱いくらいです。強めのシンボルエンカウントは、進行を妨げるギミックであることが多いかもしれませんが、ナナドラシリーズでは時として全て倒すことが裏断壁の条件だったり、2020以降では資材をドロップするため、追縛りプレイでもない限りは一定数倒す必要があります。何をどれだけ倒して、どの施設を回収するかがチャートの肝です。なるべく最小限で済むことが理想ですが、そのためには別で時間を支払わなくてはなりません。はい、このエリアで現在戦えるドラゴンを目絶やしにしました。これで資材は5、マイルームと新製品開発の分を確保しました。用も済んだことなので、帰ろうかしら。ノーデンスに戻ると長耳が出迎えてくれます。ISDF が入ってきたことを危険視しているので、煽りましょう。本作の会話の選択肢はどちらを選んでもおおよそ同じ内容に着陸しますが、せっかくなので、ストーリー上映会にはなるべくふざけた選択肢を選びたいと思います。プレイの方では、このタイミングで回収とクエストが解禁されます。こんなショットなのクエストは報酬が美味しくないのでもろちんする。しかし、序盤のクエストから派生するものは多々あるので、目当ての報酬があるなら、面倒くさがらずにコツコツ片付けましょう。回収はストーリーに必須のマイルームと、攻略上果ててない新製品開発と両方します。今は新製品を開発だけして、買い物は次にここを通る時に回すことでわずかに歩数を削減できます。そんなところ頑張ったって誤差だよ誤差。回収も済んだので会議室へ。あ。遅れましたが今回はもうチャートに関わるようなことはありません。残りはすべてイベントです。会議室に戻るとジュリエッタが ISDF を相手に発するしていました。ISDF はノーデンスに第一侵入アイオトの検体の引き渡しを要求しているみたいです。だからって検体燃やしてデータも捨てるって、頭に血が昇りきってますね。あげく、13パンをぶつけようとします。ユーマキュンも思考が突っ走ってるタイプなのに、これには思わず冷静な突っ込み。それにホモたちがユーマキュンの相手を、本当にしちゃっていいんですかね。ウェヒヒ。しかし、アリーは冷静に交換条件として第5侵入フォーマルハウトの検体を要求します。フォーマルハウトは2021年、シリーズでは2022で東京に攻めてきた侵入です。無落木艦の13班が討伐した後、ISDF がその検体を保管していました。何それ?と思った人は2022を購入してプレイしよう。頼朝は強制しなければ即答もせず、この話は持ち帰ることにしました。ノーデンスはうまくこの場をしのげましたが、懸念はなくなりません。ポータルの共有の要求や、使用の監視、検体の横取り等々。というところで、ここのストーリーは解説することもなくなりました。
また少しコメントに反応しましょうか。あ、私は上映会はストーリーしかしませんよ。不動やるせいか、奥義倍率をめちゃくちゃ低めに設定されてた印象。確かに数値では結構低いですね。不動意レベル5の 2.5 倍を乗せたら、多色の 1.6 倍前後にはなります。ちなみにゴッドハンドの奥義の倍率は、不動意を乗せた侍の奥義と大差ないです。それに行動不能まであるので、奥義の性能ではゴッドハンドがぶっちぎりと言ってもいいと思います。入手難度に見合っているといえばその通りなんですけどね。これがば。あ、やべ。つっかかったじゃねえかよ。やっちまったな。前回より遅いんじゃねえか、これ。やべえな。はい、ガバです。普通にプレイするにはいいんだけど、RTA みたいに頭おかしい回数周回するとなると確かに。これは長いのであまり奔走はしていませんか。チャートを変えるたびに通して相互が出ないか、最初からチェックを繰り返していた時が辛かった。リ・バニッシュメント、サンクチュアリを歌って、襲撃のイグニトなど。どれも素晴らしいですね。私は流れる場面の思い入れではイグニト、極端体ではリ・バニッシュメントが好きです。ボーカル曲じゃなければ、ありきたりですが停留やニアラの BGM が好きですね。じゃあ場面も変わっているので少しストーリーを。ノーデンスに協力すると医療フロアで別れたホモたちが震災でやってきたミオ。マチン社をやっている祖父を手製の軟膏を持ってきてくれました。女子中学生のマッサージコースとかいくらですか。しかしホモたちはメスなんかに負けない。それはいいとして。会話の中でホモたちの覚悟を聞いて、引っ込み思案なミオも前に進もうとします。ここでメイン画面は手作り弁当を入手。受け取るのはロスだと思うかもしれませんが、どうしても欲しいアイテムがあります。それを受け取るには、それまでの全てのアイテムも受け取る必要があるので、通りすがりでいくらか回収しても誤差です。画面では今回最後のイベントです。ノーデンスでのやり取りを上司に報告する2人。ドラゴンクロニクル、100年前からの幻想。何か恥ずかしい気配が、というのはいいとして、彼らの考えは、ISDF に必要なのは第七親友に立ち向かう力。そのために必要ならフォーマルハウトの検体を差し出すことも惜しくないと。しかし、それとアイオトの検体がどう関係するのでしょうか。それは次回の最後にわかります。前回、アリーたちが言っていたように、ISDF も遠くない未来にドラゴンの襲来を予見しています。彼らはノーデンスの要求通り、フォーマルハウトの検体とアイオトの検体とで取引し、ポータルも共有してニアラの検体を確保する方針となりました。ユーマにアトランティスでの戦闘の解析が終わるまで休んでいろというよりとも、なぜ終わったらユーマが呼ばれるのか、解析こそ一緒にすべきではないのでしょうか。それは次回の最後にわかります。一方ユーマの関心は、13パンの成長にあるようです。何せで愛は停留にボコられているのを助けたところですからね。アトランティスでは13パンとユーマに、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回、チャプター2、初めての停留。